あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞお前ら。点在する遺跡の塔、その構造と配置。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。そうなのが出てきたな。俺が。ギアセカンド。ゴムゴムの。おろしちまうぞ。待ってろ、ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。まずいわね、こいつ強いわ。ミラーズテンポ、ワタモルガナ。
オチエンタフルール、クロトラマーアード、ショック。こいつ強えな。ジャンブフランバージュシャット、舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーランスクーポン。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルール、クロトラマーノ、ショック。やっべ。おいお前、おろしちまうぞ。ディアブルジャンブ。フランバージュシャット。その程度だ。俺が。ゴムゴムのジェットバズーカ。任せて。これは。一筋任せて。行くわよ。私の仲間があなたに負けるはずないでしょ。もっと強くなるぞ。俺は成長。俺。こいつらが麦わらの一味か。なるほど。噂通り役に立ちそうではあるが。さて。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。なんか出てきたぞ。な、何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。お嬢際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。
何を遊んでやがる。なんだ、刀が重いだと。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。してやる。今行く。なめんじゃねえ。まずいわね、こいつ。待ちなさい。そこまで。ちょっと痛いよ。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで。攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる？こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それって、やっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあ、そいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオン。職業は探検家といったところでな。数年前、お前たちも遭遇した嵐のせい、何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ、うん、なあ！お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。無関係ということはないでしょうね。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海の水だ。だが偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかり。何
なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなもんだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあ、まずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。じゃあ行くか。準備。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルドだ。
その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か。また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。触れさせぬ。ナミスワーン、今がチャンスだよ。ありがとう、サンジ君。さて、行くわよ。俺の仲間に手出すな。もう起きるんじゃねえぞ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。レディーには指一本触れさせぬ。思ったより強えな。覚悟しろよ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。俺は勇敢なる海の戦士、ウソップだ。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さて、ここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。よし、行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。
海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。何人もな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、出来すぎた話で怖くねえか。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。から抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋まさか崩れたりしねえよな。探さねえとな。てめえはおとなしくしてろマリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。じゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。任せろ。めちゃめちゃ効いたぞ。まだまだ。次はないわよ。おら、
私の番ね。任せて。効果。ふん、効かねえな。いやね。なめんじゃねえ。覚悟しなさい。よし、かかってこい。お前らに任せた。来るなら迎え撃つだけよ。こんなところで倒れてらんないのよ。ああ、何しようってんだ。マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。これでどう。俺は負けねえ。邪魔だ。やるぞ。やってやろうじゃない。ナミ、すげえなお前。ありがとう。少しはお役に立てたかしら。俺はまだまだ強くなる。いい調子だ。私の予報は百発百中。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。よーし、全員俺についてこ。少し強くなったぞ。技のキレが戻ってきたか。モーガンさん、島キロです。あの島なの。ここ止めろ。なんでだよ、上陸し。島に近づ嵐、ね、黙って闘病監視。これって飛んでいったキューブじゃない。どうすりゃいいんだ。食えばいいのか。あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ。体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。
っとっと。ちゃんと伸びるな。私だってやるときはやるんだから。ゴムゴムのガトリング。おい、腹減ったぞサンジ。ああ、ちょっと待ってろ。私の成長は止まらない。成長俺。女だと思って舐めてると痛い。おりゃ、やだこの野郎。ぶっ飛ばす。はっ、何やろうっての。あれ、いいわ、任せて。トレインタフルール。マナーがなってねえよ。ロビンちゃん、紅茶でも飲んでひた。お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのガトリング。存分にやらせてもらうわ。トレインタフルール。ブリッ。覚悟しなさい。行くわよ、サイクロンテンポ。ロビンちゃん、これが終わったらスイーツを作るね。ナミさん、怪我はないかい。あるサンジ君、お気遣いありがとう。問題ないわ。クソジジイの蹴りに。ここに。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだ、チョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ
助けてくれてありがとうって言ってたぞ。行くぞ。一応切れたが、クソ、まだ腕が打ってやがる。シッシッシ、暴れるぞ。トレインタフルール準備 OK。 私のことは魔法使いちゃんって呼んでね。私の予報は100発100中。必要使用の成果が出てきた。私の出番ね。数も多い。何かいるのか、こんなところに。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。おいお前、おろしちまうぞ。バーストート！行くわよ、サイクロン鉄砲。
けるか。お前らに任せた。ゴムゴムのピッタラ。これは気を抜くトレインタフルール。フリップ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのバズーカ。やったな。これで安全かしら。ふん。新しい客か。ギャラ。聞かねえな。あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。もっと強くなるぞ。いいちょ俺は